こんにちは。税理士川南の YouTube へようこそ。オンラインサロンを運営している事業専門の税理士川南です。本日の動画もよろしくお願いします。本日の動画はこちらです。仕事とプライベートのお金の分け方について動画で紹介していきたいと思います。やはりね、自営業してるとね、プライベートのお金とね、仕事のお金がこうごちゃごちゃになってるって方多いと思うので、本日は目次このような流れで説明していきたいと思います。お金の分け方、帳簿の付け方ですね。実際にどうやって帳簿につけたらいいの、最後まとめの方を紹介したいと思います。まずね、お金の分け方のコツです。これ自営業の方だと仕事のお金とプライベートのお金がごちゃごちゃになっている方多いと思います。なので、まずね、お金の分け方のコツを紹介したいと思います。まず現金です。レジがねある方、お店のね商売の仕方によってはレジを持っている方がいると思うんですけど、レジがある方はそちらお釣り用って2万円なら2万円レジに毎日入れておく。その日のうちに閉めて、また2万円次の日も置いておいて、1日仕事を始めて、また仕事終わりに閉める。レジを持ってる方ね多いと思うんですけど、その方はレジを使ってうまいことお店の売り上げとプライベートのお金と仕事のお金っていうのはレジで分けるっていう方法が一つです。レジがあるとちょっと分けやすいかなと思います。あとですね、こちらです。財布を2つ持つってことですね。こちらが仕事用の財布をいつも入れておいて、仕事用のものを買うときはこっちのお財布から出す、プライベートのお財布の方からはいつものプライベートの支払いを指すということで、財布を2つに分ける、もしくは財布は1つでいいんですけど、長財布とかだとね、中が2つに分かれているものがあるので、こっち側は仕事用、こちら側はプライベート用っていう形で、そこからきちんと仕事用の買い物とプライベート用の買い物っていうのを分けるという方もありです。あとはですね、封筒を作ってらっしゃる方もいます。まあ、封筒を作っておいて、その中に仕事用のビジネスのお金を入れて、まあ、小銭は小銭ね、ちょっとね、何かしら小銭入れとか、まあ、そこにうまいことね、小さい小銭が入るようなものを入れておいて、一緒に、まあ、封筒で分けるとか、100均で買うようなね、ビニールの中にお金を入れておいて、そこから出すというふうに癖をつけておいて、プライベートと仕事を分けるっていう方法があります。次、通帳ですね。これは仕事用を作ることを絶対的にお勧めします。メインになるような仕事用の通帳は1冊絶対必ず作るようにしてください。そしてなるべく仕事用の通帳からプライベートの引き落としなどが発生しないように除いて、通帳の変更とか引き落としの変更、まあ、最初めんどくさいんですけど、1回やってしまうとずっと後々楽になりますので、1つ仕事用の通帳を作り、なるべくプライベートの引き落としが引き落とされないように引き落としを移動させるってことですね。で、どうしても通帳ね、仕事用にしてもプライベートも 100% 除くっていうことはなかなか難しいですので、混じっていても構わないんですけど、その混じってる量をなるべく省くってことですね。この仕事用の通帳からも何が何でもプライベートのものがガン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 引き落としされていくってなると把握が大変です。あと、通帳はなるべく数を増やさない方が、初心者の方とか経理に慣れてない方は把握がしやすいですし、管理が圧倒的にしやすくなります。楽になります。ですので、なるべくまとめましょう。やはりね、借り入れの時のお付き合いでね、一冊通帳を作ってくださいとか、どうしてもそういうことあるかと思うので、どうしての場合はあれですけど、なるべく通帳の数は少ない方が、初心者の方は管理が圧倒的にしやすいです。そしてカードも同じくです。仕事用1枚何か何でもいいので作ってください。ポイントをね、貯めてるんですって方はね、本当にこれやりづらいかと思うので、どうしても貯めたい方はいいんですけど、やっぱカード、仕事用とプライベート用で分けておくとすごく楽です。仕事の時はこっちのカードできる、プライベートの時はこっちのカードできるというように使い分けると圧倒的に管理が楽になります。ですので、カードは仕事用を作ってください。ね、このね、カードもまた枚数が増えると、明細書を確認したりとか、明細書をダウンロードしたりする手間がありますので、なるべく仕事用のカードは1枚に抑えた方がいいかと思います。まあ、どうしてもって方はまあ2枚までですかね。初心者の方とか慣れてない方は通帳は1冊、カードは1冊で終わらすとかなり把握が楽になります。そしてあとはね、現金の動きというふうにしていただけるとかなり楽になるんじゃないかと思います。やはりね、こうどれも増えれば増えるほど管理が大変になりますので、なるべく負担をかけず、なるべく効率的にするっていうのが本業に専念できるコツです。やっちゃいけないことですね、これ気をつけてください。レジの中から現金を持っていって自分の財布に入れて、それでプライベートの買い物をする、これいうのは絶対にやってはダメです。残が合わない原因となります。レジから持っていかない売上のね、あとね、財布が一緒になってるっていうのもごちゃごちゃになったりとか、どっちのお金を使ったのか、仕事用のお金を使ったのか、プライベート用のお金を使ったのか、全く把握できなくなりますので、仕事用かプライベート用かっていうのはお金を分けるっていうのがコツになります。自営業の方は 100% プライベート用と仕事用のお金っていうのを分けるっていうことは法人のようには無理ですので、どうしても多少なり混在してしまいます。その混在をなるべく少なくするっていうのが管理するにはコツというか、やりやすい方法
簡単な方法になります。じゃあどうやってその混在しているプライベートと仕事のお金を分けていけばいいのか、実際どうやって入力していけばいいかっていうのを次のページにします。これですね、皆さん帳簿の付け方としてこの事業貸し、事業借りっていう科目聞いたことありませんか。これね、本当最初ね何のことなんだろうと思うんですけど、これは自営業独特の科目になります。ですのでなんか最初の仕組みが分からなくても、あ、こういうルールで事業借り使うのねっていうのが分かると、だん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 なんとなく分かるようになりますので、今日はねちょっとこういうルールでつけるんですよというルール説明をしたいと思います。まず事業貸しを使う場合ですけど、どういう時かと言いますと、事業用の資金を生活費として使った場合は事業貸しっていう科目を使ってプライベートと仕事のお金のやり取りをします。どういうことかと言いますと、例えばねビジネスで稼いだお金を生活費として持っていった、もう出すことありますよね。ビジネスで稼いだお金を生活の方、自分の給料みたいな形で出していかないと生活できないので、こちら生活費を出すときには事業貸し、例えば現金で出した場合は事業貸し現金10万なら10万になります。預金から出した場合は預金通帳の時に引き出しの跡が残ってると思うので、ね、それを事業貸しにしていただいて、預金が減って、まあ、例えば20万出してやるって言ったら20万円の銀行の引き出しは事業貸しになります。あとね、年金や健康保険はやはりね、ビジネスのお金で払ったりとか仕事用の通帳から引き落としされてるっていうことがあるかと思うんですけど、これもできたらね、プライベートの方の通帳から引き出すっていうふうにしておくと楽かと思います。年金や、ね、健康保険がね、もし例えば引き落としてた時も事業貸しっていう科目を使って帳簿をつけていきます。その他、所得税や住民税です。この所得税や住民税の支払いは経費になりませんので、要はビジネスとは関係のない税金になります。ですので、所得税や住民税の方も事業貸しでつけます。あとこちらですね、生命保険や地震保険も、これもプライベートのものになりますので、申告の時には控除対象になるんですけども、経費ではないので、こちらも事業貸しというふうにつけます。だから他にもイデコや小規模共済かけている方は、その掛け金も事業貸しでつけます。経費ではなく控除対象なので、経費じゃないので事業貸しというふうな科目をつけて、仕事用のものの動きから除くという方法です。ですからと、ふるさと納税した場合もね、こちらも経費ではないので事業貸しで、もし仕事用の現金から、ふるさと納税したとか仕事用の通帳から支払ったっていう場合は、ふるさと納税した分も事業貸しとして一旦帳簿の付け方をします。ちょっとねルールだと思って、こういうふうにそっか付ければいいんですねっていうふうに覚えていただけるといいかと思います。じゃあ次にね、反対、事業借りの方です。帳簿の付け方、事業借りの方です。こちらはプライベートのお金、生活費を事業用に移した場合ですね。ビジネスしてると自営業の方ってたまに、支払いとね、売上のタイミングが合わなくって、あ、ちょっと現金足らないなとか、通帳から引き落としがかかるんだけど、カードのね一括支払いが起こるんだけど手元にないなっていう時に、そのプライベートの資金とかプライベートの通帳の方から一旦ね事業に借りるという形で移すことがあると思うんです。その時には事業借りというふうな科目を使って帳簿をつけます。だからプライベートも生活費を資金に回した場合は、例えばね現金でプライベートの方が借りてきた場合は現金、事業借り、個人よりって回答で、預金通帳に入れた場合は預金通帳のところに多分20万なら20万増えてると思うので、その時のその科目を事業借りで、科目をつけるということになるかと思います。でね、この借りたプライベートから生活費に持ってきたお金が例えば20万円だった時に、これは返してもいいですし、そのままでもいいです。個人事業の場合は事業貸し、事業借りによって自由にプライベートと仕事の間を行き来できるという便利な科目がありますので、借りたお金を、返してもいいですし、返さなくてもいいです。まあ、この間ね30万円ちょっと資金足らなくて持ってきたから、今度ね売上が入った時のタイミングとか余裕ができた時に、じゃあ30万円返しとこうということで、生活のね方の貯金にまた戻しておくっていうのはもちろん OK です。あと預金利息がつくと思うんです。通帳にね利息1円とか利息ねなんか3円とかつくと思うんですけど、それは、ビジネスのね収入ではないので、こちらも事業借りを使って帳簿をつけて、仕事のもの収入ではないですよということで除く方法を使います。あと最近多いのがこのポイント還元です。こちらも仕事のポイントのキャッシュバックじゃない限りは、まあ、例えばペイペイ使ったとかカードね切ったら今キャッシュバックでねポイント返ってきたとかいうふうな場合は、こちらのポイント還元分はビジネスのポイント還元ではないので、売上の方収入からは除きたいですということで事業借りを使います。で、まあ、本当ざっくりしたルールですけど、よく使うであろうものだけピックアップして紹介しております。こういう形でちょっとねルールを頭に入れておくと、あ、事業貸しと事業借りってこういうふうに使うんだっていうことがね分かれば、うまく仕事とプライベートがより分けれますし、最初言ったようにきっちりある程度分けて管理をしておくとすごく管理が楽ですので、こちらの方ことをやって、最終的にどうしても混在するものがあるので、どうしても混在するものは事業貸し事業借りを使ってプライベートと仕事のお金を分けるようにしてください。事業貸し事業借りっていうのは独特の科目です。法人の方には出てきません。自営業だけ、個人
事業化している方だけ出てくる科目です。これはね、あの個人事業の場合って、あの給料制ではないので、オーナーが。要はこの事業化し事業化を使って、まあ、給料を自分に持っていく方法の手段の一つということで、こういう科目ができております。そして最終的には決算で相殺されます。事業化しと事業化りっていうのは、最終的に決算では相殺されますので、最終的には相殺されます。そして3つ目ですね、これ。税金には響かない項目になりますね。事業化しが多いとか、事業化しがあるからとか、事業化りがあるからっていうことで、税金の、ね、所得税が高くなったり安くなったりするわけではありません。税金には響かない項目になっております。これよくね勘違いされる方がいるので押さえておいてください。でもこの事業化し事業化りがないと残高がずれる原因になります。要は帳簿上の残高と実際現実の現金の残とか預金の残がこれをしないことでずれることがあります。よくねあの最初にお客さんになったとこ見るともう現金が200万300万マイナスとか、あと異様に現金の残が多い500万ぐらい残ってるってことがあるんですね。それはこの事業化し事業化りの入力ができてない、もしくはこういうふうにしないと処理をしないといけないことを知らずにずっとそのまま来てしまって残高がずれている、まあ、現金が大幅にマイナスとか大幅にプラスになってるってことですね。多分大幅にプラスになっている場合は自分の生活費のその引き出しているお金を入力してないのが原因かなと思います。でマイナスの場合は逆に、プライベートのとこからビジネスの方のお金が足らなくて持ってきたのにそれをつけてないからマイナスになってるんだと思います。もうね、残高がずれているっていうのはやっぱね調査に入ったら必ずあの確認されます。現金の残高と帳簿上の残高合ってますか、預金の残合ってますかって言われますので合わせるようにしておいてください。そのためにはこの事業化し事業借りを使う必要があります。はい、それではね本日の内容はね以上になります。私の方はねオンラインサロンを運営しておりまして、オンライン上に税理士を味方につけるということで完全会員制の月額制で顧問料に比べたら圧倒的に安い値段で税理士を味方につけて相談や質問もすることができますし、いろいろな税理士ならではの情報を入手することができますので、気になる方は概要欄に URL 貼ってありますのでそちらの方ぜひぜひご覧ください。はい、本日の動画も最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。高評価ボタンのグッドボタンやコメントや感想いただけると励みになりますのでぜひぜひよろしくお願いします。ではまたの動画でお会いしましょう。税理士川南でした。またねー。